久保さん。もう久保さんについたコメントにアンサーしておこうかなと <laughs>。稼ぐのは苦手です。これタイトルにしましょう。稼ぐのは苦手です。稼ぐの、稼ぐの苦手です。まあ、単純に苦手って、みんな苦手だったと思うんですけどね <laughs>。勉強苦手じゃないですか。くく、僕、くく覚えるの超苦手でしたけどね。 あの母ちゃんと風呂場でね、インニが2、インさんが3とかずっと呪文唱えてましたけど、めちゃめちゃ覚えるの苦手でしたね。勉強苦手だったし。苦手っていうのは、あのー、やってないから。<laughs> てかみんな苦手だよっていうことを言いたいですね。最初から生まれた瞬間からお金稼ぐの得意な人っているんですか逆に言って。 久保さんどうすかね生まれた瞬間から金稼ぐの得意ですっていう人いいんすかねおぎゃしか言えないじゃないですかみんな不得意、不得意なことばっかりじゃないですか喋れないし、おぎゃしか言えないし、喋ることも苦手じゃないですかそもそも。全部苦手ですよ。<laughs> なんで、なんだろうな、あの、苦手とか得意とかどうでもよくて、僕が伝えたいメッセージがあるとするならば、 お金は必要だよね。シンプルです。だから久保さんがね、あの松下幸之助さんのね、傘、雨が降ったら傘をさすっていうね、あのー、言葉を使ってましたけど、生きるには傘が必要なんですよ。そうじゃないですか。まあ、松下幸之助さんの言葉にかけるんだったら、生きるには傘が必要。どういうことかっていうといき、傘は金であると。なぜならば、傘を買うお金も必要ですよね。と もちろん、その傘をもらう方法もありますよ。何か価値を提供して傘をもらうとかね、そういう方法もあるかもしれないですけど、あ普通にこの世の中で生きてるんだったら、コンビニ行ってね、あの傘降てあの雨降ってバーって降ってきました。じゃあお金なかったらコンビニに傘買えないじゃないですか。でもお金があれば傘は買えてさせるんですよ。でもお金なかったら傘買えなくてさせないんですよ。わかりますもちろん、その相合傘っていう、ね、概念もありますよ。入れてもらうっていう概念もありますよ。 うん、だけど、一番手っ取り早いのは、自分で金持ってた方が、すぐコンビニで買えるじゃないですか。<laughs> っていう事実をどう捉えるかですよね。うん、苦手とか得意とか、できないとか、できるとかどうでもよくて、ただ必要。それだけ。<laughs> それだけです。だからなんかね、なんか、なんかこねくり回すんですよね、みんなおお。だからお金の、やっぱね、お金の勉強、本当にした方がいいと思いますよ。 だから要はお金の勉強してこなかったからそのツケが回ってるのかなとは思いますけどね僕も今偉そうに言ってますけど偉そうに言える理由はそれは勉強してきたからですでも昔はそういうことはわかんなかったしね学校教育でもないわけですから 学校教育ね、小学校とかの教育、幼稚園とか中学校、高校の教育でお金の勉強授業ってお金みたいな、な,ないじゃないですか。国語、数学、英語とか、なんか理科とか社会とかね。なんか世の中に,に,に行ってもあんま使わないことばっか勉強するんで。いや、本当に僕は物申したいんですけど、あの、まあ、100歩譲って、なんかその、 研究室とか行く人だったらいいんですけど、全員研究室行くかっていうと行かないじゃないですか。だから、ビーカーでリトマス紙がアルカリ性なのか酸性なのかとかで多分やったと思うんですけど、あ使うんだ、久保さん使いましたみたいな。<laughs> 社会に出てビーカーをね、ビーカー用意して、アルカリ性とか酸性とか、それ使ったのかっていうね。一番使うの金じゃないですか。 コンビニに行っても金使ってるわけですよね。ジュース買うにしても。自動販売機でジュース買うのにしても金使ってるんだから。一番使うものをね、社会に出て一番使うものを勉強してないんですよ。だけど、社会に出て全く使わないものを僕たちは勉強してきたんですよ。だから、ここの矛盾に気づいて勉強するべきなんですよ。いや、本当に、だから、コサイン、タンジェントとか使いました。社会に出て。高校の時、コサイン、タンジェント。何やねん、それと思ったんですけど、苦手ですよ。何やねん、コサイン、タンジェントって。 苦手でしかないですよね <laughs> で。その苦手な勉強をしろ言うてね。まあ、あのテスト取んないとダメだみたいなね。テスト取んないと赤点だみたいなね。だからまあ、うん、必要なものを必要にしっかり手に入れるために勉強すればいいんじゃないかな。やればいいんじゃないかなと思いますね。うん、だからできないはやってないからできないだけであって、勉強してないからできないだけであって、 はっきり言って、僕は中学校オール1ですよ、本当に。で、あのー、三者面談でね、息子さんはどこの高校にも行きませんよね、行け,けませんって言われた人間ですからね。その高校、どこにも行けませんよねって親の前でね、言われた、この僕が今、偉そうにしゃべってるんですよ、金稼いで。なんやねん、これみたいなね。で、じゃあこれ何が違いがもたらしたのかっていうと、ただ勉強しただけですよ、やって。 お金に対して真剣に向き合って、お金に対して勉強して、で、お金を稼ぐための勉強もして、で、実際稼げるようになって、っていうのをただやっただけなんですよ。うん。だからみんなやってないだけなんですね、これは。なんかやらないといけないですよ。うん。でもこれ学校教育を変えるってのは難しいじゃないですか。だけど自分の勉強を変える、自分を変えるってことはできるわけですよ。今ね、政府に言ってね、学校教育ね、中学校、高校にね、 お金の勉強入れろって言っても入れられないですよね。変えられないですよ。なかなか理系のものいろいろ問題あるだろうし。だから一番社会人になって必要なものは何なのか、一番使うものは何なのか、一番社会に出て困るものは何ですか金でしかないですよ。 一番困るものって金じゃないですか。だから金と人間関係くらいしかないんですよ。でも、この人間関係に関しても、今回コロナが出て、もはや人と接するっていうことがダメだっていう風になって、人間関係もいらなくなってるわけじゃないですか。か僕と久保さんなんかはまあ昔からネットやってるんで、もう人間関係もクソもないですよ。カメラに向かって喋ってるだけなんで。もうその概念がないですもはや。人間関係の。だから、お金しかないですよ、もはや <laughs>。だから、これも一般社会では、 あの組織で働かないといけなかったから人間関係の問題あとは給料お金の問題ですよねうんだからもう大体もう生きていく上での問題ってもうここの2曲しかなかったんだけど、まあ、コロナが出てでリモートワークとかまあもうその、ね、会社に行ってそのどの子のなんかお付き合いとかを、ね、別にやらなくてもいいっていうその人間関係のトラブルも少なくなってきたんじゃないかな概念もまあ別にいいんじゃないかなっていうあとお金ですよねうん 久保さん、早速届きましたよ。PayPay ペペで買ったやつ。これ2万円だったんですけど、久保さん、これね、僕も40%、39%パーか、40%、42%だったかな、41%パーか。これ空気清浄機。こ空気清浄機。あの、昔から欲しかったんですよ。 これ通販番組で昔やっててでアメリカでねもう500万台ぐらいもうトータルで全世界で500万台ぐらい売ってる空気清浄機でフィルターなしでフィルターなしのやつなんですよフィルター効果なしこれレビューしますけど500万台世界にで昔通販番組で見ててめっちゃええなと思っててでもお金なかったら買えなかったからで今回ねあのまあ金も稼げるようになったし PayPay ペペ祭りでね <laughs> 安くなってたんで 行きましたよそうこれ、レビューしますね。で、これねあの、動画のネタになるんで、どれぐらい誇りたまったのかとかね、撮れるんで。<laughs> これね、だって、しかもね、一応500万台ぐらい、まあ、世界に売ってるんで、まあ、その検索ボリューム、まあまああると思うんですね。ね500万台売ってるんで、これ、ちょっとレビューしていきますよそう、はい。ということで、苦手、みんな苦手ですよって話です。<laughs> 単純に。 苦手じゃないものってあるのかなっていう。全部苦手ですよ。日本語を覚えるのも苦手だし。うん。だから本当に必要だからこそ、うん、必要なものをしっかり勉強して、必要なものを手に入れていかなきゃいけないってことですよね。うん。いってらっしゃい。